あ、いいですね。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってます。今年で、先月僕誕生日です。そう、33年。ありがとうございます。頑張ります。小さい子さんにもね、応援されています。いきますよ。3、2、1、5。キャプテンね。取れたら、拍手です。完璧、ありがとうございます。じゃあここからですね、本番のショータイムのオープニングからスタートしていきます。オープニング先ほど申し上げましたが、風船を使ってめちゃめちゃ可愛い作品を作るんですが、ちょっとクオリティが高いためにキャラクター名が絶対に分かります。なんで分かっても言わないであげてください。その作品ね、持ってきました。それでは行きましょう。ミュージックスタートです。その後これやるんで、これめっちゃ不思議ですよ。本日はお台場に足を運びいただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりショータイムスタートです。最後の水分補給だけさせていただきます。めっちゃ可愛いって言ったら、じゃあお作りしていきます。さあ、まもなくのショータイムです。お集まりください。よいしょ。バランスを整えます。ジャンプジャンプ、そうすごいなと思ったら拍手です。じゃあもう一度おまけつけていきます。ちょっと風船に後をつけていきましょう。あ、ハッピーバースデー、ありがとうございます。ハッピーバースデー、ありがとうございます。この風船やめます、ね、こっちの風船にしましょう。あ、ちょっと終わりちゃった。なんとなく足を止めていただいてありがとうございます。ただいまよりショータイムスタートです。本日時間の関係上3つの演目だけさせていただきます。その前に今作ってる作品、皆様お気づきでしょうか。そう、ネズミです、ね、すごいな、かわいいな、そんな思いがありましたら今一度大きな拍手よろしくお願いします。どうぞ、ね、ありがとうございます。で、僕が作りました。やっていきます。じゃあまず1つ目です。先ほど申し上げましたこちらの道具を使っていきましょう。このね、道具に関しては今からめちゃくちゃ不思議なパフォーマンスをお届けいたします。で、これに関してはですね、角度と距離感が大事になってきます。これが楽しめる範囲は大体この辺です。よかったらですね、もう少し前の方にやってお楽しみください。それでは行きましょう。ショータイムです。